はい、3日目じゃなくて4日目最終日ですね。これはもうボルドーですね。ボルドーがいます。あ、ロットワイラー、ロットワイラーってすっげーかわいいすっげーかわいいよ。これも最高ですね。最高、マジゴールド最高。えいっ、最高、マジゴールド最高。このゴールドいいですね。このゴールドすごい、このゴールドすごいいいですね。これいいな、これはすごいいいですね。何番なんだろう。いやでもちょっと大味かな、大味かもしれないです。ちょっとやりすぎというか、そのなんかでかくなりすぎたみたいなことなのかもしれません。さすがモロシアン系の犬を飼っている人たちはもう何ていうか愛想が悪いですね。すげえ愛想が悪い全然問題 OK なんですけど、あ、こっちいなかったんだね。いや、あの、どの、いや、いい、すごいいいですよ。どの犬もいいですね。ボルドーはちょっとね、マジでね、いや、逃げた出ちゃったよ。ボルドーすげー可愛いですよ、本当に。これなんかすごい、その知らない人はものすごく見にくい顔をしてると思うと思うんですよ、ボルドーの。ボルドーものすごく見にくい顔をしてるっていうことですが、ボルドー性格がものすごく可愛いです。なんでボルドーがもっと日本で人気にならないのかちょっと不思議ですね。ボルドーは本当に可愛いですよ。もっとあの日本で絶対人気になってもいいと思いますけどね。あ、ブルマスティフ、ブルマスティフ、ブルマスティフはね、もうね、もういいに決まってますよね。
晴らしいよ。この犬がいいんじゃないかな。この犬もいいです。この犬もいいです。えいえい、嫌がってる、嫌がってる、えいえい、嫌がってる、嫌がってる。ああ、いや、この犬もいいですよ。これ、わ、すげえいいな。うわ、ちょっとすごいいいな、これ。これマジすげえいい。いや、この辺全部いいですね。あ、この犬もいいな。この犬もいい。まあ、どれが好きかと言われたら、これか、これか。はい、はい、いや、いや、いやなんだ。あ、ナポリタンですね。あれ、これはなんだ。あれ、ピレニアマスティフですかね。うわ、ちょっと待って。こういう色をね、あんま好きじゃないですね。まあ、そういうなんかちょっと なんていうか、フォーンみたいな、フォーンに近いようなその色のボルドーがいますよね。少しなんかフォーンに近づいたみたいな。ボルドーはやっぱこのなんか、なんていうかな、ボルドー独特の茶色というか、あれなんて言うんでしたっけ、ボルドーのカラー。キャメルっていうのは何だったかな。ボルドーキャメルっていうんだっけ、なんか言うんですよね。ボルドーレッドっていうんでしたっけ。なんかそのあのボルドー特有のそのこのレッドの色があるんですよね。あ、これブルマスティフだ。あ、このブルマスティフいいですね。ただやっぱね、アメリカのブルマスティフに比べるとやっぱイギリスの方がちっちゃいですよね。結局イングリッシュマスティフ 50%、 ブルドッグ 50% がイギリスの、あ、ちょっと一回止めよう。